ついに明かされる長年の謎。歓喜の弱点と今後の行動を考察。皆さんこんにちは。軍師のコーランです。今回は、歓喜の弱点と今後の行動について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタ、史実ネタを含むため、気になる方はご注意くださいね。飛信隊、学科軍が主力を熟し、戦火軍の突破を果たしましたが、歓喜軍は依然として、包囲の中に取り残されたままとなっています。李牧は、歓喜はとある弱点のために包囲を破れない、と断じていましたが、彼が見つけた歓喜の弱点とは、一体何なのでしょうか？考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と、高評価をお願いします。1、弱点のヒント。ではまず、作中で語られた弱点についてのヒントを整理していきましょう。現状、本編描写からわかる歓喜の弱点についてのヒントは3つ存在します。まず1つ目は、黒曜戦で傾斜と李牧が弱点を看破しているという点です。李牧はこの戦いで歓喜の弱点を見抜いたと豪語していましたので、黒曜戦での歓喜の戦い方を読み解けば、彼の弱点の真相が見えてきそうですね。2つ目のヒントは、義安戦にて、李牧が飛信隊らの脱出を見て、歓喜には李信のような芸当はできない、と断言した点です。これはつまり、李信たちの脱出劇の勝因を分析すれば、おのずと歓喜の弱点が見えてくる、ということを意味します。3つ目は、李牧が歓喜の弱点を、普通の将軍にあって歓喜にないもの、と語っている点です。歓喜の将としての強みは、元野党という出自から、普通の武将が取らない戦略を好んで使うため、敵将の想像の範疇を超えた奇策を巡らせる、という点にありました。しかし、723までの李牧の言を踏まえると、彼の常識外れの戦い方は、弱点にもなり得る、諸刃の剣ということになります。2、よくある誤解。ここで、歓喜の戦い方について、誤解されがちな点を整理しておきましょう。まず、歓喜が奇策を多用し、正面から戦う描写が少ないためか、歓喜軍は他の軍よりも白兵戦が弱いと誤解されがちです。確かに、ライドが退場したことで、白兵戦の力が低下してはいるものの、歓喜軍には、ゼノウ一家などの大駒はまだ残っていますし、歓喜兵も、元野党という性質上、腕っぷしの強い荒くれ者が大半ですので、彼らの個々の武力は、正規兵よりも高い可能性すらあります。実際、歓喜軍は、平陽に向かう道中、力押しで戦果を上げていましたから、彼らは特段、白兵戦が苦手なわけではない、と考えていいでしょう。次に、歓喜には他軍との共闘ができない、というのも厳密には正しくありません。歓喜は、何度も友軍を使い捨てる戦い方をしていることから、彼が友軍から警戒されている、というのは間違いないでしょう。しかし、歓喜は六将の権力で、友軍を無理やり従わせることができますし、彼をよく知らない地方の兵などは、六将を神聖視し、歓喜にいいところを見せようと勝手に奮起してくれますので、少なくとも上辺だけなら、歓喜軍は友軍との連携が可能です。では、彼らの情報を踏まえて、李牧の言う歓喜の弱点とは何なのか、私なりの考えをお話ししていきますね。3、歓喜の弱点。1で挙げたヒントを元にすると、李牧の言う歓喜の弱点というのは、窮地において兵を束ねられないことではないでしょうか。まず、黒曜戦や平陽戦の前例から、歓喜兵は窮地に陥ると我先に逃げることが伺えますよね。歓喜はこの兵の性質を、肩にある逃亡戦術として活用し、戦果を上げていましたが、完全包囲されてしまえば、バラバラに逃げても敵を撹乱できず、兵が団結できないという弱点のみが残ります。李牧や傾斜は、歓喜軍は肩を使って逃亡する様子を見ているはずなので、彼らはここから歓喜兵の、窮地に陥ると烏合の衆になる、という性質を見抜いたのだと思われます。次に、他の将軍にはあって歓喜にはないものについては、李牧の言う、歓喜と李信の対比と合わせて考えるとわかりやすいでしょう。李信は今回、学科軍と合流して、一点突破を図ることで脱出に成功しましたが、彼の戦果は、飛信隊の隊員や学科軍が、最後まで団結したことによるものと言えます。もしも歓喜が、李信と同じ方法で脱出を試みたとしても、
不利な状況に陥った換気兵は、命令を無視する者が続出するため、突破完了まで団結し続けられず、途中で軍が崩壊してしまうでしょう。本来、将軍は軍を率いる者を意味し、部下に信頼され、命を預けても良いと兵に思わせる力が必要なのですが、換気の場合は、忠誠心ではなく利益によって兵を従わせていますので、兵が換気のために命を懸けない、というのが彼の最大の弱点だと考えられそうです。4. 換気の余裕。換気は李牧に弱点を見破られてしまったわけですが、それでも彼がこのままあっさりと破れてしまうとは考えにくいですよね。彼は、自分の策を幹部にすら明かさず、徹底した秘密主義を貫いていますが、見方を変えれば、これは、部下が簡単に裏切ると換気が理解しているがゆえの行動とも取れます。特にマリョンなどは、参謀なのに策を明かされず、いつも困惑していますが、彼には、苦境に陥ると我先に逃げ出す悪癖があり、策を共有した場合、命惜しさに敵へ情報を売られる可能性があるため、換気はマリョンに策の全容を語れないのでしょうね。つまり、換気は自分の弱点を自覚した上で、すでに対策をしていると考えられますので、彼にとっての弱点は、疲れてもそれほど痛くないものなのかもしれません。5. 換気の脱出策。では、換気が張軍の包囲から、どのように脱出するつもりなのかというと、彼は張軍に対し、まさかの降伏宣言をするのかもしれません。もちろん、換気軍は、胡蝶戦の一件で張人から忌み嫌われているため、普通であれば、彼らが降伏したとしても、胡蝶兵の復讐として切られるのがオチですが、張軍の立場から考えると、せっかく秦六将が降伏したのであれば、その場で彼を切るよりも、捕縛して公開処刑にした方が、兵の士気高揚に役立ちますよね。そのため換気は、自分が降伏すれば、張軍を見せしめに使うべく城に連行するだろう、と読み、捕虜となって、戦わずして義安城への潜入を成し遂げようとしているのかもしれません。そして、義安城に連行された後、彼らは元野党の経験を駆使して脱走を果たし、警護の隙をついて捕虜たちを解き放ち、義安城を占拠するのではないでしょうか。この展開であれば、包囲網からの換気軍の脱出という難題と、史実に残る換気の義安城の攻略が、同時に達成できますよね。さすがに博打が過ぎるかとも思いますが、換気はハイリスクな戦術を好んで使う男ですし、今回も危ない橋を渡ることで、活路を見出そうとしているのかもしれませんね。ようやく換気の弱点の真相が語られそうですが、その正体とは一体何なのでしょうか？そして、包囲の中に取り残された換気軍は、どのように脱出するつもりなのでしょうか？義安戦のこれからの展開がどうなるのか、目が離せませんね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。